どうも、大丈夫ない博士です。2008年夏の甲子園2回戦での対戦です。この試合には木下選手と植本選手の他にも広島の中田選手、西武の公文選手と現役プレー級選手が4人も出た試合であります。試合展開的には昨年2007年夏の甲子園準優勝の広島広陵、4回表までで5対0と広陵の圧倒的優勢かと思えば、高知高校2年生で4番バッターの木下選手の同点タイムリーなど含め、なんと7回裏で同点の5対5までいきます。そして最終的には広陵高校が8対5で勝っております。ここでは植本選手の盗塁対木下選手の強肩といったところを見どころでやっていきたいと思います。ビビりくらいのバッケンを見せつけ、木下選手が植本選手を刺しました。ここから流れが変わり、0対5から落ち着いたと言っても過言ではないくらいの強肩を披露してくれました。いや、熱いですね。皆様も何かこのワンプレーを見てほしいというものがあればコメント欄で教えてください。では。